はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くためにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、PCR 検査キットはね、もういろんなところでね、発売を開始されましたね。ネットで最安値で1キット2000円を切るものまで出回ってますからね。もうこれはね、完全にね、この時代の波に乗った商売になってますよね。もうこれを買う人たちがいてるから、こう毎日のようにね、感染者数が増えたとね、ニュースで言い続けてるんですよ。まあ、今のところはですね、その家で検査キットと知って、それを特別な機関に送って結果を待つというやり方だと思いますけども、まあ、そのうちね、自宅ですぐ分かる 100% とかね、まあ、そんな歌い文句でね、その簡易キットが、ね、発明されそうですよね。まあ、健康を守るためにやることなので大変いいことですけどね、ちょっとね、これ怖いことがね、これから起こりそうです。まあ、例えばね、その家でやって結果がすぐ分かってね、病院にガーッて駆け込んでね、家で陽性やったから入院させてくれとかね、まあ、入院嫌やから薬くれとかね、そういう風に言って、まあ、病院側をね、困らせる事例がね、出てきそうな気がします。まあ、っていうかね、家で陽性やったらね、出てくんなって話なんですけどね。まあ、ほんでね、まあ、家から出られへんから、ウーバーでね、薬を届けてもらうってことにもなりそうですよね。でも、まあ、まあ考え方によってはね、まあ、この薬を届けてくれることに関してはね、実際にできるようになってほしいところなんですけどもね。処方箋取りに行ってくれるんでしょう。めっちゃ楽ちんじゃないですか。これはでもね、そのリモート診療が可能になったら今の時代ではね、最高ですよね。こう家でね、診察してもらって、まあ、その日のね、薬をもらえるっていうのは、ね、持ってきてもらうっていうのはね、すごい大変便利なことですよ。でもしね、まあ、宅配やったら、まあ、早くでもね、翌々日に届くんですけど、というか、まあ、薬がね、宅配で届くかどうかは知りません、わかりませんけどもね、ちょっと話がそれましたけども、その時代の流れを先読みしてね、それを利用して商売にしているのは、まあいいんですけども、まあ、これもまたね、転売ヤーが出てきそうな気がしますよね。だからね、簡易キットがね、各店舗でね、品切れになってしまいそうです。これもまたね、政府が動かないといけませんよ。まあ、そんな簡易キットなんですけどもね、実はね、PCR 検査キットだけじゃなくて、抗体検査や、抗原検査があるのをね、ご存知でしょうか。まあ、皆さんもね、それぞれよく耳にされることでしょうけどもね、それぞれね、よく似てますけどね、実はね、違いがあります。それぞれでね、調べれるものというのはですね、抗原検査やったらウイルスに感染した細胞が生産する抗原を検出する検査、 PCR 検査はウイルスの遺伝子を増幅して調べる検査、抗体検査は、免疫反応で作られるタンパク質を検出するというのがあります。で、検査目的としましてはですね、抗原検査は現在ウイルスに感染しているかを検査、PCR 検査は現在ウイルスに感染しているかを検査、抗体検査は過去にウイルスに感染していたか検査でございます。で、判定までに要する時間というのがですね、抗原検査は15分、 PCR 検査は半日から2日で、抗体検査は15分といった感じでね、まあ、それぞれに、ね、違いがあります。ほんで、検査の目的のところではですね、抗原と PCR は現在ウイルスに感染しているかを検査します。ほんで、抗体検査っていうのはウイルスに感染していたかっていうのを検査しますというね、それぞれの違いがあります。というふうなところがね、結構重要になってくるかなと思うんですけどね。まあ、こんな違いがあるんですよ。まあ、どちらもね、発覚したらね、嫌ですけどもね、まあ抗体の方がいいですよね。まあ、抗体はね、まあ、ウイルスが体に入っていたということになりますしね、まあ、無症状だったとしても周りに撒き散らしてしまっている可能性だってありますからね。でもね、その患者さんはね、結構いれるみたいです。あのね、神戸大学がね、1万人というすごい大人数をね、対象にですね、新型ウイルスで感染したことを示す中和抗体の有無を検査したところですね、その結果がですね、検出された人は 0.15% だったと発表しました。これはね、神戸大学の研究チームがね、まあ、今年の8月から10月にかけて、医療機関などからね、約1万人分のね、血液を集めてですね、新型ウイルスに感染したことを示す検査をした結果なんです。研究チームによりますと、中和抗体が検出されたのは 0.15% で、この結果をですね、血液を提供したことがある兵庫県南部の人口約450万人に当てはめるとですね、10月1日の時点で7000人近くが感染していたと計算となったということなんですよ。
しかしね、当時の感染者数は兵庫県内全体でも2700人だったことから、研究チームはですね、無症状の患者さんが相当数いる可能性があると指摘しています。でまあ、これをね、全国的な、ね、規模に当てはめたらね、まあ、相当な規模になりますよね。なので本来ならば病院などの、ね、医療機関で使う検査の、ね、道具が検査くらいなら家でもできるぜというね、簡易的な考えのもとで、まあ、今回のような検査キットなどがね、出回るようになったんだと思います。でもまあね、前向きに考えると、これをすることによって病院に行って正確な検査をして、もしかかっていたら、治療を受けるでしょうし、もうこれ以上広まらないようにというね、その努力になると思います。まあ、自分で検査するのもいいですけどね、まあ、それで止まらずに必ずね、病院に行って先生とお話ししてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。